痛が出ることも、そのほとんどは数日で回復します。もし長期アクシーが起こっても会場で対応します。私も打ちました。皆様もぜひお考えください。もう本当に味覚がゼロになっていくというのでね、洗剤とか、はい、石鹸とかも優先し、相方にも映ってたら、その奥さんや家族、うん、その人が重症化する可能性もあると考えたら怖いし、自分だけの問題やるかで別に自分だけじゃない。で、思ったのはその仲間のことですね。野球に関わる仕事の伝えと